い、アリス・クーパーのスクーズアウトでした。これはね、京都、中、中京って読むでしょうか。中の京って、中京区っていうんです。本当にバカね、あたし。あんなっちゃった。17分ぐらいのところでまたバカさ加減が出てきた。T、アリンダーさんからいただきました。どうもありがとうございました。約3ヶ月ぶりに小杖氏のパックを聞いた感想。その1、前よりも話の内容が豊富になったようであるって、これ。素直に喜んでもいいんですけど、ちょっと恥ずかしくなっちゃうんで。口もよく滑っている。独り言は相変わらず多いが、昔のように、また中年ババアの愚痴かと思われるようなものが減った。何かいいことあったのかな？その2、曲は全くの個人的趣味。14日の1曲目、愛しのレイラ、2曲目、バスストップで、あれあれと思ったらその後私など全然知らないのがかかっていた。人間先が見えると後ろを振り向くとかってどういう意味かしら。失礼ね。先が見えるってどういう意味かしら。その3、小杖さんが自分で書いた手紙を披露するコーナーができたらしい。これだいたい1週間おきとか言っておりますか。時には2週おきとかいうふうにもなりますけれど。やっと自分がどんなことをできるかということを見せてくれる。21日が楽しみである。ちなみに今日は、3月21日木曜日のパックインミュージックでございます。朝5時までお聞きください。初めてソコスパックを聞く皆様、あんまりソコスソコス吸わないでください。みっともないから。次の条件に漏れる人は手紙を出しても読んでもらえませんっていうのがあって、ここだけ読めばよかったんだわ。1、浪人であること。2、先天性、後天性のぐうたらであること。3、男で、しかもハンサムな人。かっこ、小杖氏は字で差別する。そうなんですね。でも、あんまり、字で、判別するっていうのは間違いが多いみたいね。女の人なんかもね、字がものすごい綺麗だったり、文がものすごい綺麗だったりすると、やっぱり、すごく綺麗な人っていうのはいないんですね。で、私のようにでも、字も文も綺麗だとか、いろいろ、顔もあってもいいとかいう人もいますけれども、まあ、それは稀にね。4、5時まで起きていられること。5、漢字に弱いこと。これ、これだけに当てはまる人じゃないと、手紙を出しても読んでもらえませんとか書いてありますけど、そういうことはありませんね。で、浪人であることって、本当になんか浪人の方が急に増えまして驚いておりますけれど、浪人じゃなくてちゃんと大学に受かったっていう方もとても多いですよ。で、昨日20日は、東大っていうか、一期校全部ですか？東大の、合格者の発表がありましたけれども、まだ私のところには合格、東大に入りましたっていう、はがきが届いてないのがちょっと残念なんですけども、来週あたりはどっかと届くんじゃないかと思っていますけれど。どうぞ本当に、浪人に決まった方は、すごく一年人並みに、生活ができるなんてとっても素敵なことじゃないかっていう具合で、受かった方は、まあ、ちょっと、やっぱりとってもいいことじゃないかって、そういう感じで、何があってもどうせ大したことはないって、そういうふうに思いますので、本当私悲観的っていうか、投げやりっていうか、今のね、子供ってそうなんですね、夢とかってあんまりないのね、ないのが当たり前で、夢なんて、大それた夢なんてあったりすると余計気持ち悪いと思うかもしれないけど、小学校の6年ぐらいの男の子なんかになんか聞いても、今の状態はどう思う？とか聞くでしょ？と、まあ、今までもこうやってやってきたから、こんなんていいんじゃないですか？とかね、言っちゃってね。なんか、私がもう、そう、とか言って、あともう次の言葉が出ない、そういう感じですね。私ぐらい年を取った人に、今の状態はどうですか？って言われたら、私もやっぱり、そうですね。今までもなんとなくやってきたから、これからもこんな感じでいいんじゃないですかって言いますけど、なんか、小学校6年の人まで、そんな風に言うのかなと思うと。それは、まあ、面白いことですわ。いきますわ、次の曲に。ボブ・ディランです。風に吹かれて。How many roads must a man walk down before you call him a man?How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonball fly? ボブ・ディランの風に吹かれてでした。漫画が2つ書いてあります。おはよう小杖様。上と下とどちらが似てますか？満剣二道、一道って言うんじゃなくて二道ってのはどういう意味なのかって答えを楽しみにしてるわよ。野党校漫画研究会の会員さんからいただきました。ボブディランの風に吹かれてのリクエスト。
二道ってのは二人しかいないって意味かしら。一道って言うと全部になって、二道って言うと二人ってのはどういう意味なんだかちょっとよくわかりませんけど。全然ラジオ聞いてる人には全くわからない。私説明のしようがないんですけれども、上と下とあるとどっちかっつか、私は下の方かしら。なんかこっちで勝手にやってますけど、こういう感じだったら下でしょうかしら、やっぱり。ポンポンダリアっていう感じですね。上の方はですね、髪の毛が風に吹かれてさーっとなびいているんです。で、比較的こう、美人とは違いますけれど、なんかすごい素朴な女の子がね、の長いおかっぱの髪がさーっとこう流れてるっていう感じなんです。下はね、漫画の顔は一癖あるような、人形みたいななんかピノキオの出来損ないみたいな顔をした人が、チリチリの頭をしてて、そしてこう風に吹かれてるんですけれど。私、割と素朴ですけれどね。どっちかっていうと、ほら、もう髪の毛がこう、今、こうなんて言ってもわかんない。ほんとラジオってのは不便だなと思うんですけど、こうです。めちゃめちゃになっておりますから。やっぱり髪の毛の形から言うと、こっちの下の方になるんじゃないか。すみません。ちょっと、栃木県の方の、漫画研究会、漫研二道さんの方のみにお答えいたしました。どうも、ありがとうございました。それでは、次の曲行きましょうね、うん。オールマンブラザーズバンドです。ランブリンマン。久しぶりにラジオから流れるあなたの声を聞いて、なんだか長い間会っていなかった友達に会ったような気がしてとっても嬉しくなりました。また、まだ結婚もしないで頑張っているあなたの、そのはつらつとした声を聞いて頼もしく思いました。そこまではいいんですけれど、私ももう17歳になってって書いてあります。そうですか。来年の今頃は受験です。それまで木曜の朝はまたあなたのお世話になるつもりでいますから、どうぞ今年1年だけは結婚しないでパックを続けてくださいねとあります。今年は賭けがありますので結婚はしません。新潟県五泉市の富澤瑠子さんからリクエストいただきました。どうもありがとう。先週出して今週読むのは、後腐れのない別れの言葉ということなんです。で、ポンポンポンと読んでいきたいと思いますけれど、今日は偶然ちょっと街で拾った男の人がいますので、どうぞ、おいでくださいませ。街で拾ったとか言うといかにも私がいやらしいみたいな気がしますけれども。出てきてからのお楽しみというわけで、それまでに一通読みましょう。後腐れのない別れの言葉。一つ、幸せだったわ、ありがとう。ラジオの聞きすぎ。二つ、てめえともこれっきりだぜ、漫画の読みすぎ。三つ、てん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 、無言、別れのやりすぎ。これは当たり前のことだけど、やっぱり面白くはない。とか、そんな風に書いてあります。浦和のミミズクさん、ごめんなさいね。浦和のミミズクさんでした。どうもありがとうございます。どうも、ご無沙汰をしています。どうも。こんにちは。こんにちは。この声でお分かりになる方も、少しはいらっしゃるかもしれませんね。ずっと聞いてて。街で拾ってきましたって何ですか？いや、ちょっと今言うことに詰まりまして、ふっと出た言葉がそうだったんで、ちょっと私にしては、あまり品の良くないことを言ってしまったなと思って。ちょっと今まで仕事してましてね。いや、嘘ばっかり。どうか通りかかったら。そういうかっこいいこと言わないでください。懐かしい。11時頃からなんか、11時頃からどっかで食事をしてらしたんじゃありませんか。しかし、小泉さん、久しぶりですね。ほんとしばらくです、どうぞ自己紹介をなさってください。知ってる人は知ってるけど、知らない人は知らない。なんか浪人ばっかりなんですよ、私のパック聞いてるのは。あ、そういう昔ね、数年前に、小泉パックの、ぐらいでしょうか。そうですね。去年の10月ぐらいまで、10月ぐらいまで、パック、はい、私のパックをやってくださった、はい、松本さんですね。本当に久しぶりですね。どうも、しばらくでございます。なんか、でも、その後元気ですか？元気でございます。私、綺麗になったでしょ？言われる前に言っちゃうからいけないのよね、さっきね、窓越しに見てましたらね、僕の時には、ほら、全然お化粧なんてなさらなかった。いや、してましたよ、あの時も。そうですか？それはね、ちょっととってもね、私は、あなたはお化粧してないって言われるとね、誤解なんです。私、お化粧してたんです。同じ仕方しかしてないんです。そうですか。でも、随分変わりましたね。髪の毛のせいですね。やっぱり、ポンポンダリアってのはよくぞ言った気がしますけどね。でもね、綺麗になりましたね。綺麗になりましたね。どうしたんでしょうね。でも、やっぱり小泉さんってのは、変わりませんね。すごくこう、変わりませんね。そういう、色気がないとか、そうじゃなくて、とっても元気があってね。いやー、いいですね。いや、あんまり私はね、あんまり喋らなくて、口数が少なくて、
で、こう、いつも男の人のね、そばかなんかにじっと座ってましてね、うん、男の人がなんか言うたんびに、一つずつうなずいてて、うん、男の人は、ジュースかなんか飲んでてね、私は水割りかなんか飲んでますしね、はい、で、男の人がなんか言うたんびに私も一言うなずいててね、うん、男の人が肝心なことを言った後でちょっと、そうね、とかいうようなね、そういう女の人に憧れるんですけど、なかなかうまくいきませんでね。ところで小杉さんね、はいはい、なんかさっきちらっと聞いたんですけれども、いや、そうじゃなくて、ここは自由提出課題、まだやってますか？まだっていう言い方しない。なんか今年は、好評なんです。結婚をしないということです。しないんです。これはしかし問題ですね。あのね、賭けをしましてね。誰の賭けをしましたか？鈴木さん、松本さんの後鈴木さんがやってくださった。今のディレクターですね。はい、鈴木さんと賭けをしました、お正月の1月3日に私着物を着てきましてね。はいはい。で、あれは、無地の赤い着物で、朱色のね、かなりちょっと綺麗な色の着物なんですよ。はは、で、着物は良かったんですよ、私は似合わないんですけど。それもって、着物を着てきました。ちょっとこれ自由ですから読まないで喋っていいのかしら。まあちょっと許してね。それでもってね、よく喋りますね、でも私。それでもってね、松本さん黙ってないで返事してください。はい。それでもってね、なんだっけ、鈴木さんがね、パパさん今年は絶対結婚しますよって、そういう予感がしたんですよ。その着物姿を見て。いや、らしいんですね。それでね、僕の予感は当たりますって言うんです。おっしゃるわけ。うん。で、それはいわゆる結婚ですかって、まあ、いろんな形がありますからね。うん。いわゆる結婚ですかって、伺ったら、結婚だとおっしゃるわけ。うん。で、やっぱり私はちょっとあんまりする気がないっていうか、しないで賭けをしたんですね。はは。で、もし、私が賭けに負けて、私が結婚したらですね、うん、鈴木さんと朝までお酒を飲むと。私はごちそうすると、そういうことになったわけです。それでもあんまり下手した賭けじゃないですね。私が勝ったら、はい、私が勝ったらどうするのかって言ったら、鈴木さんが朝までお酒飲むって言うんですよ。なんだって、わけわかんなくて。私はなんか、そも嬉しくもなんともないです。そうですか。鈴木ディレクターってのは、強いですからね。お強いんだそうですね。もう小手さんがね、賭けに負けて、お酒代を払うというのは大変ですよ、これは。一晩中飲み明かすわけでしょ。それでですね、今週の自由提出課題は、後腐れのない別れの言葉っていうんですけど、はい。これ、いろんな、別に、男の人が女の人と別れるとき、うん、女の人が男の人と別れるときに、うん、後腐れのない別れの言葉っていうのでもいいし、うん、何でもいいんですね。うん、で、なんかこう、松本さんも、後腐れのない別れの言葉をですね、一言かっこよく言ってね、うん、今この場で私と別れていただく。なんか、うん、あ、それで別れるって、ニール・ヤングとね、ずっと前に決別したんです、私。そしたらばね、別れるっていうのはその前にね、結びついたってことがあって別れるっていうことがあるので、うん、ニール・ヤングとね、そんな結ばれてもいないのに別れるのはおかしいんじゃないかって、そういう手紙が来てましたから。うん、どの場合も別れるってことは私の場合言えないから残念なんですけど。だから、なんか。まあ、僕の場合あんまりそういう経験がないんでね。つまり、後腐れのない別れって言いましても、ということはですね、やっぱり事前にこの付き合うわけでしょ？そうなんですね。異性同士、男性と女性が。いや、どっちでもいいんですよ。別に男性同士でも。ああ、男性同士でもいいんですか、なかなかね、そういう経験が僕にはないんですよ。そうですか。私ね、いつも思うんですけど、女の人の場合はかまととって言いますでしょ？はい。男の人の場合はかまととに当たるのは何て言うんでしょうね。そうですね。別れね。後腐れのない別れ。そうなんです。ちょっとはがきを読みますから、もう考えてください。はい、考えておきます。前略、中略、後略、推進、ではさようなら、なんちゃって、自由提出課題、後腐れのない別れの言葉。この字、あなたの字はですね、やっぱりとても、男の人ならハンサム、女の人なら美人の字ですね。回答、別れにもいろいろあるのだけれど、最も手こずるのは女性との別れではないかと思う。そこで叱るべきムードの場所で相手を前にして、ポツリと一言。俺、原点に帰りたいんだ。じゃあ、これで決まります。勘の良い女性なら、これだけで分かってくれて、女性特有の見栄から別れてくれと言われる前に、自分から別れるはずです。私なんてね、女性特有の見栄がないんですね。だから、いつもね、なんか嫌になっちゃうっていう気がしてね。ほんと、勘はいいですからね、分かるんですよ、ちゃんと俺。原点に帰りたいんだとか言われた、この人か、私と別れたいんだなっての分かりますけれどもね。でもまだ会いたいとか思ったらしょうがないじゃないですかね。でもこれでもわからないダメな女性には、かっこ、事実こっちの方の女性が多いんだよね、小瀬さん。そうですよ。気違いの真似でもしてあらぬことを口走ったらどうだろう。例えば、天ぷらが空を飛んでいくだって。とか、
小勢さんは美人だとかさ、以上です。ピンポンってあります。私は美人ですよね。しばし、今夜のドブさらいこと、浅野仁さんからいただきます。今ね、窓越しの向こうで笑ってますけれど、小勢さんは美人ですよ、皆さん。でもそう、最近はでもほら、テレビに出ましたね。私出ませんよ。最近出てませんか？全然出てません。あれは違う人でしたか。いや、ちなみに、松本さん今、空豆さんの方の。ええー、もうね、空豆さんでやってるだけなんですけどね。空豆さんは美人ですね。彼女は美人の口に入りますかね。分けるとですね、やっぱり美人と美人じゃない方に分けると、うん、私はどっちかっていうと愛嬌のある方で、空豆さんは美人じゃありません？正直な話ね。でも、ちょっと、ストレートには言いにくいかもしれませんね。言葉が聞いてると悪いからね。あ、ひどいわね。でも、小杉さんもね、やっぱり、すごくこう、魅力的ですよ。そうですか。このマイクロフォンの先にこう、じっと見るとね。どういう意味です？マイクの陰で赤穂がさ、半分以上しか全く見えないとか言うんですよ。小杉さん、ちょっと今赤くなったよ。私ね、でも真面目に思うんですけどね、女の人ってね、別に絶対的な美人不美人とかそういう意味じゃなくてね、モナリザと違ってですね、うん、誰でも鏡を見て、あ、今日は綺麗だわとか思うときってありますね。男の人もありますか？男は鏡を見て。ええ、いや、僕は今日はいい顔してるなとか言って、じゃあ頑張って出かけようかとかね、そういうふうに思いますか？そうね、やっぱり中にはいるんじゃないですか、鈴木ディレクターなんかはね。彼はおしゃれですからね。そうですか。なるほどね。それで別れの言葉です。小杉さんはね、この後腐れのない別れの言葉なんですけども、はい。そういうことにありました。私はこっちからさよならとか言ったことないですね。いつもって言われて。言われる方。常に言われて、私モテないんですね。で、モテるんですけれども、うん、モテないんですね。それでもって結局ですね、なんかいつも断られてましてね、それが残念だなって、世の中でただ一つ残念なことってそれで、ね。例えば男性と女性とね、ええ、一般的にはほら、男性の方から振るのかしら、それとも女性の方から。女の人の方から振る方が多いんじゃありません？そうですかね。割とそう思います。うん、っていうのは、女の人の方が冷たいっていうか、本質的にわがままでしょ。男の人っていうのは、その辺もこう見るぐらい割とあったかいから。うん、振りたくてもなんか振らずに我慢してたりね。最近の男性ってのはだらしないですからね。だらしない。くよくよしてね。そうですか。最近の女性のしっかりしてますけど、もっとやっぱ男性職が頑張んないとね。逆に振るぐらいのあれがないと。そうですね。なんか、割とそうなんじゃないかっていう気がします。で、その、なんか振られるケースの数少ない中で私はやっぱ振られますから、やっぱり。どういうわけか。やっぱり一人けなげに。今日もまた生きるババコゼっていう感じになるんですけどね。後腐れのない別れの言葉ないんですか、松本さん。ちょっともうちょっと考えてます。そうですか。それでは、自由提出課題、後腐れのない別れの言葉、その1。あ、もう6時だ。僕ん注文限は7時なんだよ、バカバカ。その時間になると、意地悪なバーヤが門を閉めるんだよ。だから、じゃあね。これはでも、たわいのない後腐れのない別れですね。その2、僕と君は鼻くそとティッシュペーパーのような間柄だったけど、今はその間柄は鼻くそと紙やすりさ、もういたたまれないよ。痛いですね。じゃあ、これでさよなら。どう？その2はちょっといかつでしょ。それから、今までヤシオのジミーだったけど、今度からお菓子屋のジミーになったなんだ。わかりました。お菓子屋のジミーさんからいただきます。どうもありがとうございます。今のなんだとか言ったけど、別に悪いふうに思わないでくださいね。うん。そうだ。その次。後腐れのない別れの言葉。ババさん、僕はあまり好きでない人と婚約しなければならなくなった時の別れ方を考えてみました。婚約する前に別れなくちゃいけないと思うわ。実は僕の友達は男4人、女2人の一つのグループのようなのがあるのです。それで、そのうちの一人の女の子。彼女は医者の娘で、卒業と同時にある医者の息子と強引に婚約させられることになったのです。そこで残った男4人と女1人でいろいろ考えた挙句、その婚約式をぶち壊すことになりました。こうするのです。男4人の代表1人が、黒メガネをかけ、黒いシャツにさらしを巻いてどうしたんですか？式の場所に入っていき、ドスを聞かせた声で、おいてめえ、人の女に手を出すんじゃねえというのです。
すると残りの人が、かっここちらは女の子です。ねえ、あなた、私のことはどうなるの？と大きく叫んで、相手の男の膝元に倒れ込んでひたすら泣くのです。どうです、ママさん。うまくいくと思いませんか？なんか、粋な別れ方？これ、なんか読んでてわかんなくなったんだけど。なるほど、っていう感じで、芝居を打つわけですね。はい、わかりました。鹿児島市の長野直秀さん。はい、何ですか？粋な、僕ですか？なんか。やっぱり、まあ、僕がやるとしたらね。そうだな、例えば付き合ってるときは、ほら、もうね、お互いにこの夢中でしょ、情熱が、ぐーっと高まってきましてね。で、例えば男性の場合、例えば僕が小杖さんと付き合ってて、家庭して、家庭ですね。僕が小杖さんがね、もういいやーなんて思う場合にね、松本さんが思うわけですか。どうぞ。男性の場合ね、僕の場合ね。どうぞ思ってください。そうすると小杖さんにセリフですけれどもね、ね、小杖さん。はい。何？僕たちやっぱり、友達でいようよ。なんだ勝手に友達でいてよ。そうね、私もそれがいいと思ってたの。そのように返すわ、私。どうもありがとうございます。はい、わかりました。私、もうちょっとハガキを読まさせていただきます。面白いですね。こう、後腐れのない別れの言葉。おはよう。放送を聞いてすぐ書いてます。ハガキ出すの初めてだけどよろしく。今週は別れの言葉だったね。それを聞いて思いついたのが、海岸でのシーン。ザザーッと波の音。もう夕日が沈むね。きっと波が浜辺に打ち寄せるように、僕たちもまた会えるさ。夕日に約束するよって気がなのが多いですね。これでどう？現在、精神不安定で字の乱れは許してって書いてあります。私も割となんか不安定な状態が続いてましてね、なんかもうどっか消えたくなっちゃうとかいう感じなんですよ。森の夜明けに現れる。ホグボーより、フォグボーよりって書いてあります。はい、どうもありがとうございます。はい、その次ね。自由提出課題。かっこいい別れの言葉。丸一、これかっこ一です。デートの後で、タバコに火をつけて一二服した後、彼女の瞳を見つめます。彼女が目を上げて、僕と視線があった時、じゃあ、と言いながら、タバコを挟んだ右手の二本の指を軽く振り、会いたくなったらまたコールするよ、と言って後を振り向かずに、ふさふさと歩み去ります。視線になった時に微笑することを忘れないように。なるほど。括弧に、もう会わない人と別れる時の手紙。注略。長い間あなたを苦しめたという不幸に、うるさい男と思われる不幸を加えたいとは思いません。とはに、さようなら。みんな別れ方うまいですね。やっぱりモテない人っていうのはさ、割と別れのことなんか考えるのかもね。うまいな、さすが。3、括弧3。返事を期待して出すラブレター。注略。なにこれ。何これとか言った。私は恋の一人ごと多いですね。オーバーオールさんからいただきましたね。はい。メイウエスト風の言葉、またお近いうちにね、って書いてありますね。京都市北区、玉井真嗣さんからいただきます。北区とかっていうのは簡単ですけど、中と京がくっついてたりして、やっぱりどうしようかなとか思いますね。はい。京都って広いのね。どうもありがとうございました。その次です。自由提出課題、後腐れのない別れの言葉。じゃあ行きます。その前に一言言わせてください。先週最行で迫った僕のハガキは、なぜか僕だけ名前が読んでもらえなかったんです。本当？私時々忘れるんですって。ごめんなさい。今間違えずに、忘れないように先に読みます。三鷹市下連雀、田口幸太郎さんね。だから今週も読まないでった。ごめん。僕が一番気に入っている言葉は、全くの受け売りで、相川金也さんの、気だるい平和はもう飽きた、なんです。金也さんつの、気だるい平和はもう飽きた、とか、こういうのおっしゃるんですか？あ、そうですか。とってもいい言葉なんだけど、これで本当に自分自身と決別できるかっていうと、僕の場合、やっぱり大行で、ここをまた我住み、浮くて浮かな、浮かれなば、まずは一人にならんとすらん。この感じなんです。わかりますか？この句は。ここをまた我住み、浮くて浮かれなば、まずは一人にならんとすらん。なるほど。これなんかもう友へ呼びかけている感じが出てきて、とってもいいんですかって私ピンとこないんですけれど。だけど小杖ちゃんのためにはもう一つ、そうです。そうしていただきたいわ、やっぱり。僕、自由を求めて旅立ちます。今年はこれで行ってみたらいかがかなって書いてありますね。なるほど。自由を求めて旅立ちますとかいうかっこよすぎるのは私好きじゃないのね。あなたの好きな色はとか聞かれて、洗いざらしのジーンズの色とかね、書くような感じね。そういうのと同じような感じ。あんまり好きじゃない。閉鎖的、
自由を求めてた。な、どういうふうにしようかな。私はなんて別れようかな。もし別れようとしたら、私、ちょっとわかんないな。考えてる割にはわかんないっていうのは残念なんだけど、なんかかっこいい一言言いたいんだけどな。私、やっぱりわかんないな。ちょっと、もうちょっとして、わかったら大したもんだっていう気がするけど。ちょっと、もう一個いきますね。はい、祖骨、週刊梢自身、祖骨者から出ました。後腐れのない別れの言葉。それは、オットセイの鳴き声。あうあう、これに限ります。オットセイの声に似せて発音してくださいとかあるんですけど、私、そういうのができたらもう生体模写になってますからね。あうあう、これに限ります。あなたはきっと後腐れのない爽やかな別れを迎えることができるでしょう。相手がどんなことを喋ろうが、何しようが、あうあう。相手がびっくりして119番しても、白い車が迎えに来ても、慌てず騒がず、あうあうを言い続けるのです。別れの法則、あうあうの定理を発見した昔の偉い人は、この世とのお別れにこう言い残して息を引き取りました。あうは別れの始めなりだって。あなたいつもとっても上手ですね。それでは小杖さん、あうあうあうというわけで、週刊小杖自身3月21日号、21日号、祖骨者からいただきます。お彼岸の中日ですね。暑さ寒さも彼岸までとか言ってますけど、今年は調子狂っちゃう。東京はすごく寒い日がなんか続いてましてね。春一番が今年は吹かないんですって。で、なんとかでなんとかで低気圧がどっかにあって春一番が吹くんだそうなんですけれどもね。今年はなんか春一番って吹かないんです。で、吹かない時もあるんですね。春一番って毎年吹くわけじゃないんです。そんなようなことを、聞いております。はい、それでは、今日は、なんだっけ、仕事をしていて、なんか聞いていたら、私の声が聞こえてきたという、嘘吹いていらっしゃる、方においでいただきまして、それから、友達でいようよ、とか、そういうようなことをおっしゃいまして、とてもよくあるケースですね。と、やっぱり、そうですね、それは、いいですね。というわけで、なんかあんまり良くないみたいな感じで、私ってね、すごくごまかすのが下手だって、正直だなと思いますけれども、後腐れのない別れの言葉、なんかとてもこう、後腐れのない別れの言葉がいっぱいあったから参考になるんじゃないかなって思いますね。それでは今週出しまして来週読む自由提出課題です。なんとなく私のパックインミュージックは、皮肉っぽいんじゃないかとかいうハガキが時々ありますけれども、なぜかなんとなく皮肉っぽい提出をした時の方が回答率がとてもいい、質ともに、量ともに高いということが出ておりますので、今週もそれでまた言っています。会いたくない人に偶然出会ったとき、お互いに不快感を味わわないで通り過ぎることのできる、たった一つの言葉。これもだから、たった一つの言葉っていうふうに、なんていうか、限らなくてもいいと思います。会う会うでも構いませんけれども、お互いになんとなく不快だっていう感じを持たずにですね、会いたくない人に偶然会っちゃったんだけれども、でも、一言言って別れたい。で、そういう時にお互いに不快感を、持たないで、まあ、それじゃまた、とか、そういうまんま面白くありませんけれども、そういう、風ね、な、言葉をですね、書いておいてください。こう、余計な説明をつけるたびに分かりにくくなるという、この、なんかいいですね。私はもう行きましょう。宛先を言うんですよ。郵便番号は107、東京都港区赤坂 TBS ラジオ。パックインミュージック、ババ小杖の係です。もう一回言います。郵便番号は107、東京都港区赤坂 TBS ラジオ、パックインミュージック、ババ小杖の係です。どんどんお寄せください。会いたくない人なんてやっぱり割といますよね。というわけでお待ちしております。どうも。